シンドラーのリストは、スティーブン・スピルバーグ監督による1993年のアメリカ映画。日本での公開は1994年2月。配給はユップ。第二次世界大戦時に、ドイツによるユダヤ人の組織的大量虐殺が、東欧のドイツ占領地で進む中、ドイツ人実業家、オスカー・シンドラーが1100人以上ものポーランド系。 ユダヤ人を自身が経営する軍需工場に必要な生産力だという名目で絶滅収容を繰りを阻止しその命を救った実話を描く。ホロコーストに関する映画の代表的作品として知られる。1939年9月ドイツ軍によりポーランドが占領されポーランドの都市クラクフもドイツ軍の占領下に置かれたユダヤ人を激しく別視する。 ナチス党政権下のドイツ軍は、クラクフ在住のユダヤ人に移住を強制し、彼らをクラクフゲットの中へ追放していた。そんな中、ナチス党の党員でもある、ドイツ人実業家、オスカー・シンドラーが、クラックフの町へやってきた。彼は、戦争を利用して人儲けすることを目論み、潰れた工場を買い取って、放浪容器工場を開設。有能な、 ユダヤ人会計士イザック・シュターンに工場の経営を任せ安価な労働力としてゲットーのユダヤ人を雇い入れまた持ち前の社交性で SS の商工に取り入って自らの事業を拡大させていったしかしやがてる国な SS 商工アーモンゲート少尉がクラックフプワシュフ強制収容所の所長としてクラックフに赴任してくるゲートとその部下の SS 隊員たちは ゲットーや収容所でユダヤ人を次々と殺戮していく。シュターンはじめシンドラーの工場で働く。ユダヤ人たちにも危機が迫る中、金儲けにしか関心がなかったシンドラーの心境に変化が生じていく。そして彼はあるリストの作成を決意する。カッコ内は日本語吹き替え声優日本語版。監督候補にはビリー・ワイルダー、マーティンスコセッシュ、 ロマンポランスキーなどが上がっていた。結局ユニバーサル側が提示した、ジュラシックパークの監督もやる、条件を受け入れ、スピルバーグが監督となった。1982年に、原作の映画家権を手に入れたスピルバーグは、その後10年近く構造を練り企画を温めた後、この映画の制作に着手したという。なお、スピルバーグは、地に染まった金はもらえないとして、 監督料の受け取りを拒否している。ラストシーンを除けば、ほぼ全編にわたり、モノクロ作品である。これは、スティーブン・スピルバーグ監督の戦争を記録したフィルムはモノクロだからその方が、説得力があるだろうという考えによるものである。ただし、パートカラーが採用され、赤い服の女の子、ろうそくの赤い炎などが登場する。赤い服の女の子のシーンだが、 このシーンでシンドラーはなぜあんな目立つ格好をしているのか、ドイツ兵もなぜすぐに捉えないのか、という疑問を抱いているが、この時点ではホロコーストの事実はすでに日常的なものとなっており、女の子の服の色ほど明らかなことだったためとスピルバーグは語っている。それまで恋式調がメインという点を除けば、特有の映像スタイルを持たず様々な撮影監督と映画を作ってきた。 スピルバーグだが、本作以降ポーランド出身のヤヌスカミンスキーとの連携によって、作品のルックスが劇的な変貌を遂げた。ジュラシックパークの制作費6300万ドルに対し、本作は2500万ドルと潤沢とは言い難い額であった。小道具や古着が現地調達され出演料の高いスターは起用されず、出演者の多くも現地でキャスティングされた。 撮影カメラもパナビジョンに比べレンタル量の安いアリフレックスが使われ基本的に撮り直しをしない方針で進められたが完成版は3時間15分とスピルバーグ監督作品では最長の差しとなったジュラシックパークなどと同様ライブアクションのパートはスタンダードサイズで撮影されておりテレビ放映やテレビサイズのビデオ化では3、4の画面に合わせ ビスタビジョンサイズで撮影された視覚効果による場面で画面の左右両端がカット。劇場やワイド版ビデオではライブアクションパートで上下をカットして横長の画面を得ている。本作では現実悲惨な場面の撮影が続き気がめいったスピルバーグはフックに出演したロビン・ウィリアムズに電話をかけ笑わせてもらったという。脚本家曰くシンドラーは 善と悪を持ち合わせた男で、それゆえに葛藤するということがテーマであるという。作中のオスカー・シンドラーの人物像は元、タイム、ワーナーの会長スティーブ・ロスをモデルにしている。撮影当時、すでにロスは他界していたが、スピルバーグは彼を自分の人生で出会った中で最も優しい心を持った人物であったと語っている。エンドロールにもスティーブ・ロスに捧げると表記されている。 ワーナーブラザース・スティーブ・ロスの時代参照。ユダヤ人の女性たちが、貨車に乗せられアウシュビッツ強制収容所に到着する場面は実際に、同地で撮影が行われた。と言っても、それまでのホロコーストを描いた映画同様敷地内での撮影許可は、取れず、収容所の中から汽車を走らせ到着したように見せるため、門の外側にセットが組まれた。ちなみに、スピルバーグが、 収容所敷地内にビデオカメラを持ち込んだところ、全く作動せず撮影できなかったという話が伝えられている。ドキュメンタリー以外でアウシュビッツうちの撮影許可が降りたのは白い巨頭が最初である。音楽担当のジョン・ウィリアムズはフィルムを見て自分には荷が重すぎると感じ、スピルバーグにこの作品には自分よりもっと適任の作曲者がいると思うと進言したが、 知ってますよ。でも、その人たちはみんなすでに個人なんですと返された。彼はこの作品で、アカデミー作曲賞、英国アカデミー賞作曲賞を受賞した。メインテーマなどの主要なバイオリンソロは、ユダヤ人であり、20世紀における最も偉大な、バイオリニストの一人と評価される、イツアーク・パールマンが演奏した。序盤、シンドラーが身支度をするシーンと、妻、 エミリーと会食するシーンで自殺の成果と称される暗い日曜日が流れる。序盤のものはバイオリンをベースに哀愁漂うメロディとなっている。中盤のものはソロボーカル付き。いずれも原曲のように陰鬱な雰囲気はない。前年の戦闘ブウーマン、夢の香りに続いてカルロス・ガルデル作曲の単語、ポルーナ、カベーサが流れる。 翌年公開のトゥルーライズでも使われている。第66回アカデミー賞では12部門にノミネート、そのうち作品賞、監督賞、脚色賞、撮影賞、編集賞、美術賞、作曲賞の7部門で受賞した。スティーブン・スピルバーグはそれまでも優れた娯楽映画を作る映画監督として映画界からも大衆からも高く評価されていたが、 それまで手掛けた太陽の帝国やカラーパープルなど深刻なテーマの作品は評価されず本作において念願のアカデミー最優秀作品賞監督賞受賞を果たした1998年に AFI が選出したアメリカ映画ベスト100では9位に2006年に選出した感動の映画ベスト100では3位に2007年に 選出したアメリカ映画ベスト100では8位にランクインしている。シカゴサンタイムズの評論家ロジャー・イーバートは本作を絶賛しており、1993年の年間ベスト1位に選んでおり、生存者にとってこれほど名誉であり、記憶に残るプロジェクトは、ジャン・リュック・ゴダールや他の監督でも、スピルバーグ以上には成功させなかっただろうと語っている。 ザ・ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックスのジョン・グロスは、傑出した、成功作だと評価している。ビリー・ワイルダー、ロマン・ポランスキー、スタンリー・キューブリックなどの映画監督からも高い支持を受けており、キューブリックは、本作が成功したことで、自身が企画していたホロコーストの映画を諦めたという。アカデミー賞を受賞するなどの高い評価を受けている。一方、ショアーを監督したクロード・ランズマンは、 出来事を伝説化するものであるとして、絶望鋭く批判している。ありがとうございます。